三河一宮駅は、愛知県豊川市一宮町市も新規にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。三河一宮駅は、豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つである。豊川市一宮地区に位置し、三河国一宮である都市下神社の最寄り駅でもある、ことから自社風の駅舎を構えている。1897年に、 私鉄の豊川鉄道の手によって開業した。その後国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の経営に移っている。開業時は、市宮駅という駅名であった。三河市宮駅を開設した豊川鉄道は、現在の JR 飯田線南部にあたる豊橋、大会館を運営していた私鉄である。 1897年7月に、同鉄道線が、隣の豊川駅から延伸してきた際に、路線の終着駅として開設された。ただし、終着駅であったのは一時的で、翌年に路線が、新城駅まで延伸したため終着駅では、なくなっている。当初は、市宮という駅名であったが、1916年1月に、現在の駅名に改称している。 改場は、駅名の重複を回避するためであり、同じ日にはそれまで当駅と同盟を称していた三ヶ所の、市宮駅も揃って、駅名を変えている。1943年8月、豊川鉄道線は、買収、国有化され、国有鉄道飯田線が成立する。これによって、三河市宮駅も、国有鉄道の駅となった。1971年には、 開業時からの貨物営業が廃止されて、旅客専用の駅となり、そのまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎えて、JR 東海に継承されている。相対式ホーム2面2線の地上駅である。ホームは、タブレットの交換を容易に行うために、1番線ホームを、飯田方に、2番線ホームを豊橋方にそれぞれずらして、配置している。 単線上にある交換駅であり、列車交換が可能である。配線は一線スルーであるものの、信号設備の都合上、速度制限を受けないのは、豊橋方面へ向かう列車のみとなっている。構内東側、上りホームに直結して駅舎が設置されている。この駅舎は、玄関の車寄せ部分に神社の作りを模した構造を持つ。二つのホームは、 古戦橋でつながる。業務委託駅で JR 全線行きプ売り場を設置していたが、2012年4月1日から完全無人駅となった。豊川駅が当駅を管理している。2017年度の乗車辞任は合計27万1893人で、1日あたりでは745人であった。近年では、1日あたりの乗車辞任は、 以下の通りに推移している。三河一宮駅には、豊橋方面、飯田方面いずれも1時間あたりおおむね1.2本の列車が停車する。停車する種別は普通列車と、上りのみに設定されている快速列車の2種類。特急、稲ロは停車しない。三河一宮駅バス停と鹿神社前バス停。ありがとうございます。